どうも、お疲れ様です。速火塾のコブです。えー、今回はですね、FX オリガルヒと、おー、ま、即塾限定動画、FX をご覧の皆様の共通の動画ですけども、あの、FX オリガルヒの方は、今日更新ね、非常に少ないと思いますよ。まあ、というのが、今日はあんまりね、頑張ってやっても、それほどな、あの、狙い目はないんじゃないかなと思うんですよね。で、確認していただきたいのは、この冷やしなんですけども、冷やしでですね、黄色で書きますけども、 こちらの、あれこちらのレンジのフェーズがあるでしょで、今日はこちらのレンジのフェーズなんですけども、うん、やっぱ伸びとしてはちょっと弱いんですよね。ただ、あの、上昇トレンドっていうことを随分前から申し上げてますけども、こちらのフェーズが終わって、こちらのフェーズになって、そして今週はもう完全にこちらのフェーズに入ったかなっていうところなんですよ。ただ、これ冷やしですから、1本のロウソク足が1日ですけども、3日とも、まあ似たようなところにいるんですよね。 で、それに引き換え先週は結構な動きがあったわけですよ。上下ともね。こう上の方にはみ出してまた帰ってきたりとか。うん。まあその中でも結構エントリーできるポイントが多かったなっていうのは、あ先週の動きなんですよね。まあこの1本が1日ですから、1週間って考えると、先週はここですからね。かなり倍で取れたんじゃないかなと思います。まあそういったことを振り返りながら、今日はちょっと動きがね、ちっちゃいんで、 何とも言えないよねってところなんですよね。ただ上昇トレンドは続いてますんで、来週は今度はね、こちらのフェーズに入っていくこと、うん、136円フェーズですよね。こちらの方に行くことをちょっと期待したいなと思ってます。じゃあ4時間の方でさらに詳しく見ていきます。本当に今日はあんまり面白くないです。4時間見ていると、ちょっと前はね、動きがこういう風に角度がついてたでしょでも直近はこの角度なんですよ。 なんからちょっと鈍化してるような感じですよね。ここにちょっと似てますけども。ここはズバーンと伸びていったところですよね。うん。だからこういう風になってくると、あんまり利益取れないんですよ。こういう風なところっていうのは。だからレンジっていうのは、レンジアンオプションっていって、大きめのレンジだったらね、取れるんですけども、小さいレンジっていうのはブレークを狙うしかなくってね、もはやあんまり利益を望めないっていうところなんですよ。うん。で、いつブレークが来るか分かんないですからね。ちなみにこれが1時間ですけども、 大体、おおむね、こういう風な、あの、捉え方だったと思うんですよ、ずっと。で、寝てる間に、これ、ズバーンと抜けたと思ったら、ズバーンと戻ってきて、結局、この中、収まったでしょ。で、これを取れるかって言ったら、これは無理ですよ。うん。だからブレイクアウト戦術にかけて、ずっとね、この辺りで待ち構えていれば別ですよ。あ、ちょっと待ってください。この辺りで待ち構えていれば。でも、突き上げがあるかどうかは分からない。いつ来るか分からないのに、ずっと、チャートの前で張り付いて待ってるわけにいかないですよね。 で、えっ、ー、と、今回のこの動きっていうのは2時間のうちに起きてますから。1時間ズバーッと大きく上がったと思ったら、あ、次は陽線か陰線がどっちが来るんだろうと考える間もなく次の1時間で収まっちゃうわけですから。これをね、取るのは至難の技ですよ。これとかね、これもちょっと無理ですよね。こういうのは逆に取れるわけですよ。あ、ここもそうですけどね、言ってみれば。どん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 上昇トレンド中にずっと倍で、あのー、 ポジション取れるわけじゃないですか。そのポジションが残ってるうちにここで決済できれば、戻り花をね、決済できれば大きな利益なんですよ。ここはちょっと2時間のうちに上下が起きてますんで、これは無理ですよね。まあですんで結局何が言いたいかというと、元通りのレンジに今戻ってる状態なんですよ。ね。結局こういう風うなことでしょう。うん、か今週、っていうか今日金曜日は、うん、このレンジがずっと続くだけかなと。もしね、張り付いてる時とかたまたま見に来た時にブレイクが始まったら、 そっちの方向に上限をこの辺りと決めてね135円の265と決めてえー、バイでエントリーするのありかなと思いますけどもここがね20数ピップスぐらいしかないですからね今ねうんだからいつも同じチャートを見ていて感覚がちょっと麻痺してるかもしれませんけどもこの幅ですらあの20何ですか30ピップスないわけなんですよねいっぱいあるように見えますけどもここも同じですよここもだから40ピップスないわけですよ だから別の角度で上下の動きが激しい時って、これだけでも70ピップスとかっていうのをあの測れるんで、だから利益を取れるんですよ。上下の動きが少なくって、まあ一点目はこうまとまっちゃってるんですよね。まあ高値もこのぐらいでしょほとんど下がないわけですよ。この、ここら辺で。で、安値も結局、高う,うで、ここで収まっちゃってるんで、そんなにないですから。 極端な動きってのはどういうことかっていうと、バーっとね、大きく動いて、で、だんだん小さくなっていくと。そうすると、このあたりでももう70ピップスとか見えるわけですよ。画面全体がここだとしてもね。この感覚わかりますかねあの、要するに、この、値動きの刻みがあるでしょプライスが。これってのは、あの、チャートの作り方によって変わりますからね。うん、だから、あの、レンジオプションを引いたときに、 広いようでも、ピップス的にあんまりないなと思ったら、それはエントリーするようなチャートができてないってことなんですよ。はい。まあ、ですから今日は、ああ、ね、そんなに取引を一生懸命するようなチャートの幅じゃないんで、いわゆる値動きがちっちゃいんで、うん、なんだかなってとこですよね。今日は、じっと張り付いて見てるよりも、うん、なんか気分リフレッシュするためにちょっと別のことやった方がいいような気がしますね。 はい。じゃあ、FX オリアルに皆様は、まあ、多少追加すると思いますけども、今日はあんまり期待できないと思います。はい。じゃあ、以上ですね、今回は。はい、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。